どうも、ハベです。今日はですね、山梨に来ております。はい、なんで山梨かっていう、そうです、ね、これ天気いいし、めちゃくちゃいいですよ、これ。風涼しいし、これ見てよ、これ絶景です。これやばいでしょ、これ。まあ、うちのオンラインサロンでリーダー的存在、ハルさんと仲良くさせてもらってね、やっぱりこういう日本のいいところをいろいろこう旅したいなっていう、こういうとこすげえなーみたいなのを探す旅行きたいってずっと前から言ってるじゃん。で、オンラインサロンの仲間が増えた。で、みんな結構地方バラバラで、ハルさん山梨、はい、山梨こういういいとこがあるんだよ、じゃあ連れてってくださいよ、で来ました。あ、で今日なんですね。そうなんです。で、今日ブドウ狩りということで、はい、ブドウ大将、はい、うちの堀江さんとあのハルさん、はい、ちょっと振ってあげてください。こんにちは。こんにちは。口裏合わせたよ。こんちゃ。こんちゃ。何？いやいや、堀江です。はい、堀江さん。そして、はい、こんにちは、春です。春さん、いつも立ってますよ。はい、春さんは、まあ、オンラインサロンで支えてくれてるね、はい、大事な存在。そしてこちらが、あの、山梨ぶどう観光大使。そうです、かわいいぶどうです。堀江さん、僕たち初めてですもんね。すごい、今ちょっと畑見せてもらったけど、すごいね。いや、すごい、ね、ぶどうすごい。あと、来た瞬間畑入ると思わないから、お乳の靴、俺とファビオ入ってきちゃったっていうね。あ、僕もそうなんですよね。で、ちょっともう一個面白いの見て。絶対ダメだよね、ぶどう畑。社長といろいろ回っていきましょうかね。そうですね、はい、案内できればと思いますので。そうですね、これ一人掛けの椅子に二人で座ってっから斜めになってる。すごい。こういう感じなんだよね。こんにちは、山梨へようこそ。トカンティナヒロ、オーナーの広瀬と申します。ヤンキーではないです。ブドウを始めたきっかけはですね、20数年前、母親が寝たきりになってしまい、父親が介護に回らなければならなくなってしまいました。で、私がブドウの後を継ぎ、父親は介護にと。で、IT 企業のサラリーマンと兼業で始めたのがきっかけとなります。2.5 ヘクタールですね。いや、2.5ヘクタールだよ。ブドウは食べるブドウとワイン用のブドウを作ってまして、食べるブドウは12種類くらい。で、ワイン用のブドウが6種類くらい。結構あるよね。ありますね。はい、ちょっといろいろ見せてください。いいですよ。ちょっと社長の喋り方 NHK っぽく。社長、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、これはワインブドウで、イタリア品種のネピオロです。日本のワイナリーで多分3つか4つしか作ってない。ネピオロ 100% 出してるのはうちとあと1社あるかどうか。今どんな味か。はもう甘いっすか。うん、うん、若干酸っぱい、うん、酸味がある、いい意味でね、うん、酸味がある。ジュースにしたら美味しい。うん、ワインだよ。ワインだよ。ワイン飲めないから、僕たちね、ワイン飲めないから。これが巨峰。巨峰です。あ、同じ木で。うわ、すげえ。俺らが好きなやつこっちだ。これ、うわ。共存してるんですよ、同じ畑で。巨峰を縮めて、ネピオロを広げてます。なるほど。うわ、ネピオロになります。うわ、でっかいな、このブドウ。これはね、いや、ブドウじゃねえから。ブドウじゃねえから。わかる、見りゃわかんじゃない。だってさ、こんなさ、ブドウこうなってる思わんやん、俺。ちょっとびっくりだよ。イタリア以外じゃん、これ、見たの。こんなの絶対やらないじゃん。やんないよ。そのまんまでなんか。あと、思ったより低いんですね、これね。これ結構隠し舞台の歩き方だね、これ。この映像なかなか面白いですよ。これ、ベトナム戦争の歩き方だよね。これは、これ何が売りなんですか。甘いですか。ね、これはね、青リンゴのような感じの味が。このアルラシオタクのこのちっちゃい方を増やしていってるんで、社長。これは、これワインブドウ、ネピオロという品種です。ネピオロ、ね、はい。この後で興奮してみんなブドウすげー食べちゃってご飯食べれないパターンじゃん。だいたい俺ら。低い方がいいとかなんかあるんですか。いや、さあ、あんまり関係ない。自分の作業しやすいように。ピンニーナという品種です。これはどういうあるところですか。これは美味しい。美味しい。まあ、ファビやったことあるんですか、ブドウ狩りっていう。あるわけないやろ。ここ待ってください。はい、そうです、ちょっと。いくで。どうぞ。はい。おお。これ持ち帰りください。ありがとうございます。高級そうな。いや、絶対どう見ても高いでしょ、こいつは。これは高いです。スーパーだとこれだと3000円。3000円これも一緒に行っちゃってください。これもう一個。はい、ですね。あ、いいんですか。はい、どうぞ。はい。ありがとうございます。
皮ごといけるんですか。うめえ、あんばい。なんだろう、さっきのちっちゃいやつ、ワイン用のやつってさ、ちょっと酸味あるやん。こっちいきなりもう、いや、あんま、うんま。これジュースにしたらって言うとしたけど、これ普通に食うのが一番美味しいんだろう。見てこのサイズ、おかしいやん。これも皮は、あ、これね、皮ありだな。うん、うん、これめっちゃうまい。これ、こんなうちで、あ、なるほど、うちでたこ揚げやるんですけど、これが一房と、これが一房と、もう一個シャインマスカットの一房入って、3房入って、1500円です。やべえ、すぐ嘘です。なにこの、いや、だから罠みたいなの。俺も毎週お願いしますよ、それ。3000円です、3000円。いや、でも、1万5000円っていうのかと思ったら、いや、これね、結構歩くんだよ。歩きますよ。もう母ですよ。やっぱ知らないとこ来るっていいよ。こんな東京でないやん、こんな。おお、着いたよ、ここだしよ。分かってるね。どうするの、ちゃん、そんなことじゃねえから。来られるよ、ちゃん。おお、重いよ、これ結構。重いですね、シリカも。これ皮ごと、皮ごと。社長、これこことここってどっちが美味しいの。こっちのが甘い。よし、いや、めちゃくちゃうまいから。ちょっとあったかい。まあ、それに対してはあったかい。あ、そうだ。はい、どうぞ。ワインと一緒だから。これ、流れます。流れないです。皆さん、知ってました、社長よくここが甘いらしいですからね。上を飲む方がいいですね。上を食ってください。僕、ずっと下栄養が、こっちの方が近いですか。そう、あの、栄養はここに、ここからこっから熟してるんですね。で、これだから下がもう甘かったら、例えばブドウ狩り行って、うん、試食して下を食ってみて甘かったらもうそこは大丈夫。これいい情報だから。これが 青いじゃないですか。はい。で熟すとこれが茶色くなってる。こういうふうに。ああ、この幹がですね。幹が、はい。これが茶色くなってるとこれも熟してきてるということで。皆さん今いい情報ですよ。ブドウ情報。ブドウ情報。ブドウ狩り方は今の参考。じゃあ食事を。ありがとうございます。これ何ですか。ジュースですか。いや、ワインですけど。やめたほうがいいじゃん。僕、運転しなきゃいけないんで。すいません。じゃあ、ジュースにしますか。そうですね、僕はジュースにしてもらって、うん、彼らいっぱい飲ませます。わかりました。じゃあ、ちょっとお締め。ありがとうございます。はい、ちなみに山梨県では、あの、作ってないワイナリーはないという甲州ぶどうの甲州ワインです。ちょっと分かったような感じで言って、フルーティーであっさりします。のどかな畑が見えますね。うるせえよ。目の前の畑だから。いや、すごい飲みやすいです。あ、そうなの。一杯もらってもいいですか。これは巨峰のジュースですね。巨峰の 100%。これあれですか、普段もここなんかレストランとしてやってる。そうですね、山梨レストラン、メリメロ。はい、いただきます。まずお寿司。お寿司かな、これ。これね、違います。マグロの赤身に見立てた赤パプリカの握りです。うん、うん、平たいです。山梨の地産地消のイタリアン。食べちゃった。食べちゃった。これすごい、生ハムチーズマスカット。これ、うん、生で食べれるかぼちゃ、コリンピー。これめっちゃじゃがいも、沖縄原産の、うん、美味しい人参なんですけど。人参も、あの看板のところにあったと思うんですけど、クローバーがどもになってます。これあの ATV を作るのハンバーガーみたいに。あ、でも美味しそうな。これ絶対爆発うまい。はい、ということで、あの、皆さん、今日山梨に来て、ヒロさんのね、ワイン農場ブドウ畑に来て、僕人生初のブドウ狩りをしたんですけど、楽しくて、場所もいいし、ブドウもいいし、ね、食事も出して動画にあると思うんですけども、それ以上にやっぱヒロさんのキャラがいいです。そしてあのね、T シャツもすごい好きな方で、僕スニーカー好きなんですよ。彼は T シャツが好きということでね、たくさんいろんな T シャツも、これ何の T シャツでしたけど、パーの P です。ちょっといさっきと勢いして、あれちょっとカメラ回すわ。照れるんですね。ちょっと見た目で初めはちょっと怖い人かなと思ったんですけど、すごくあの陽気な方で。ありがとうございます。とんでもないです。こちらこそ。また今度遊びに来ていいですか。全然いいですよ。まあ、下の工場ちょっとあの衛生上見せていただけなかったんですけど、仕方ないですよね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
またお願いします。ありがとうございました。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。これ社長のところのなんかオリジナルの商品らしいですよね。そうですね、ミニボトル、ハートの瓶に入ったミニボトル、これを4つ重ねると、もしやもしや言わないでください。もしや四つ葉のクローバー言わないでくださいもしや四つ葉のクローバーという、こういう形になります。四つ葉のクローバーです。これワインなんですね。そうです、4種類のワインが入った。色が違うんですけど味も全部違うんです。違います、全部違います。赤白ロゼ、赤白ロゼオレンジ、オレンジっていうのもある。これですね、かわいい。これなんか女性受けすごいしそうねえ。これ、うん、これプレゼントに最高でしょ。そうだと思います。でもしや、これは堀江さんじゃないですよ。あ、すいません、3名様、うんうん、はい、視聴者に3名プレゼント。応募はそこは拓郎くんがなんかうまくこの下のなんかどっかにこんな感じで。うわー、かわいいですね、これね、はい、ファビオリングも映ってる。映ってます、うん、オッケー今日ありがとうございました。いろいろありがとうございました。美味しかったです。またお越しください。またよろしてもらいます。いらんかもー。